大野津也子は、日本の政治家。元自由民主党所属の参議院議員。第二次、森改造内閣で、初代法務大臣政務官を務めた。伊吹派に所属していた。海輸大臣、労働大臣を務めた、大野明の妻。参議院議員、元岐阜県議会議員の大野安正は次男。自民党副総裁の大野万木は岐阜。岐阜県山形郡出身。 東京都生まれ。1952年、河野大女子学院高等学校卒業。1956年11月、第42.43大衆議院議長を務めた、王の万博の四男、名と結婚。1996年3月、夫、名死去に伴う参議院、岐阜県選挙区補欠選挙において、当時の第一次橋本内閣の連立与党だった。 自民、社民、先駆け格闘推薦の無所属として、立候補し、初当選。同年10月に、自民党へ入党。2001年1月、中央省調査編後の第2次、森改造内閣で、初代法務大臣政務官に就任。同年の7月には再選。2005年8月8日の郵政国会において、郵政民営化法案の参議院本会議採決では、 反対票を投じた。しかし、この優勢民営化法案否決を受けて、小泉純一郎首相が実施した第44回衆議院議員総選挙で、自由民主党が圧勝すると、大野は他の反対破産議員議員と共に再上呈された優勢民営化法案に賛成し、自民党に留まった。2006年10月、自民党人事局長に就任。2007年、 有製造半組で衆院選に落選していた藤井隆夫が7月に予定されていた第21回参議院議員通常選挙で二区である岐阜県選挙区での無所属での立候補を表明。大野は2007年改選議員であり自民党岐阜県連は大野を公認候補とし藤井を推薦候補としようとしたが同志打ちが予想されたため大野が反発。結局 自民系の同志打ちを避ける調整の末に2007年2月に大野は参議院選挙に立候補をせず政界から引退することを表明した。そのため岐阜県選挙区での与党系候補は藤井に絞られた。2021年1月26日東京都内の病院で死去した86歳没死没日をもって14位に除される。ありがとうございます。